はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、久しぶりに高先生と杉田先生が、お送りしていきますけれども、まあ今日はですね、まあせっかく杉田先生がいらっしゃるということなので、うん、まあこれからね、そろばん教室を始める人、ね、まあ若手ですよね。若手の先生になんかちょっと伝えたいことみたいなことでね、ちょっとまあ杉田先生に聞いていこうかなって思うんですけど、うん、まあ今っていうのかな、杉田先生は今そろばんってどんな形で、どんな形態でいくつかやってると思うんですけど、はい、どんな感じでやってます今は。はい、とりあえず今一番教室に通ってるのが青山そろばん教室で、そこは、週3回教室に週3回、うん、はい、行ってますね、うんうん、で僕は通いながら直接来てくれる生徒は、まあ、指導しつつ自宅で受けてる子は同時並行で Zoom も授業をやってるっていう形にしてますね。あ、それは青山そろばん教室に行った時に自分でも両方やってるってこと？あ、そうですね。基本的に、まあ、教室は、他のスタッフがいるので、まあ、そのスタッフの補佐をしながら、メインは僕はズームでやって。あ、そうなんですね。で、なんかすごい手のかかる子とかは、ちょっと前に来てもらって、ちょこっと。どっちも見るんだ。あ、そんな感じで、はい。すごいな。はい。なるほど、なるほど。で、それが、月、木、土ですか？そんな感じ。そうですね、月、木、土ですね。じゃ、はい、他の曜日はどんな感じですか？はい。で、あとは、高先生の教室に関しては、うん、たまにズームで、5月まではズームでたまに授業やったりしながら、やってもらいました。授業が、始まるので、たまに顔を出そうかなと思ってる感じ。うん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 。はい。で、もう一個、あれですよね、アバカススタジオとして、まあ、武蔵小杉。そうですね。ここもやってるじゃないですか。はい。そこはまだ、教室というか、会議室が、ちょっともう少し待ってくれということだったので、うん、使えない。ズームのオンラインを、集団でやるのと個別でやるのを両方こなしている形になります。はいはいはい。まあそれが、まあそろばんだと。まあでもそろばんはそれだけの3つだよねっていう話ですけど、はい、まあこれからだからなんだろうね、そろばんの先生やるためにやっぱりそのオンラインってやっぱり必要なのかなっていう気がするんですけど、どうですかね。どうしてもね、これからまあ需要は高まってくるのかなっていう気もしますね。やっぱり冬とかまたね、同じようなことになるのかなっていうのはちょっと。うん、もうまあ覚悟はしてるのでね、まあこれ撮ってる時点でも東京アラート自体は出てますもんね。うんうん、まあ子供たちはそんなに影響ない気が本当は本当するんですけどね、うん、まあ新宿がどうのこうのとかってね、よく話は聞くんでねそうですね、そういうところね、まあね、歌舞伎町とか行かなければっていう話ではあるとは思うんですけどね、うんうん、でそもそもあれ、まあ杉田先生がだから、まあ、若手のそろばん先生にこれから伝えたいことっていうところで、そもそも杉田先生ってそろばん関わり始めたのっていうのは、指導者として関わり始めたのっていうのはなんかいつぐらいでしたっけ？は、3年と半年前ぐらいにアバカススタジオにお邪魔したのが多分初めてですね。そっかそっか。まだ3年ぐらいなんで、大したことないです、全然。最初はなんか家族がそろばんやってるとか、そんなところもあったりとか。したんですか？ああ、そうですね。まあ、指導者ではないんですけど、まあ、兄とか母親とかは、そろばん塾とちょっと関わりを持ってたりしたので。うんうん、で、お兄さんは結構ね、アンダーフォーティーとか、そろばんの会とかでもね、うん、結構やっぱり問題作ったりとか、まあね、そういったこともしてたと思うんですけど、うん、あれ、お母さんもそろばん教えられるんですか？そうですね。母親は、僕が通ってた教室で、僕が中学受験をしたタイミングぐらいからずっと、お手伝いを、まあ、あれつけとかをしてて、うんうん、ちょっと話したら14年とかぐらい、そんなにキャリアがもうやってるっていう話になって、なるほど、ね、多分家族で一番そろばん業界と接点を持ってるのは母親だったっていうのをつい、そうなんですね。じゃあお母さんもじゃあそろばんバリバリじゃあ教えられるってことですね。そうですね、それはね、心強いっていうところで、うんうん、でまあまあさっきのその若手の先生に戻りますけど、どうですかね、これから若手の先生って今のこのコロナの状況ですけど増えていくと思います？ああ、どうなんですかね。なんか青山のオーナーの先生に伺ったのが、やっぱり就職してる人なんかは、今の会社にちょっと安定するまでは、ちょっとしがみついてたいっていうふうに考える人が多くなるんじゃないかな、みたいな。それはそろばんとか関係なく、そうですね、流れとして、ちょっと安定志向に入るのかな、みたいな話はされてました。でもね、実際安定志向って言いますけど、安定志向であればあるほどその会社がなくなったら終わりだからねっていう気はしますけどね。だから杉田先生みたいにそうやってね、2つとか3つとか
やっぱり掛け持ちしてるのは結構強いんじゃないかなっていうところも。どうなんですかね。フラフラしてるといえばフラフラしてる。いやいやいや、だけど、でもそれで例えばほら、これ、それこそ4月5月なんかは、杉田先生大忙しだったじゃないですか。そうですね、はい。そうですね、いろいろありがたいことに、うん、いろんな方から、うん、どんな感じで大忙しな感じだったんですか。でも基本的には個別対応がやっぱり多かったですね。家庭教師やったりとか、うん、だからその場合以外にもってことですよね。あ、そうですね、はい。うん、勉強を教えたりとか、うんうん、はしてましたね。あと僕はやってなかったんですけど、例えば青山のオーナーさんは、午前中は、子供を預かり制度、うんうん、共働きのお母さんとかが、まあ、仕事に行けるように、子供を預かって、うんうん、まあ、遊んだり勉強を面倒見たりとか、うんうん、いうのを、まあ、スタッフ、他のスタッフ回しながらやられてたりとかしてましたね。うんうんうん、まあだから要するに、まあいろんなところに顔を出してればいろいろなんだろう、仕事が巡ってくるっていうか、うん、まあそんな4月5月だったのかなっていう気がしますけど、ね、ぶっちゃけ収入って上がりました？普段と比べて。僕は上がりましたね。すごいな。すごい上がってました。いやいや、僕なんかだとそれこそアバカスタジオの蒲田は4月は閉じてるんで、丸々1ヶ月、売り上げなくなってるんですけど、でもまあこんな感じで、だからいろんなところにまあ顔を出したりとか、いろんなところでね、なんかそろばん教えられるよっていうことを言えれば、まあ、今だったらオンラインでも、ね、そろばん、プラス、あとね、まさし先生とかね、うちもいますけど、算数を教えたりとか、うん、ね、杉田先生は算数以外にも教えてたりとかしてたんですか？そうですね、4月5月の間は国語とか、あとは学校の、5月の後半は学校のオンライン授業じゃないんですけど、YouTube に動画が投稿されて、それを見て、国産、理科社会はちゃんと勉強しましょうみたいなのがあったので、まあ、それを一緒に面倒見てあげたり、うん、はい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 、なるほどね。じゃあその勉強のそうサポートみたいなのはやっぱりね、まあ、大事って言えば大事ですもんね、はい、うんうん、という感じでですね、だからこれからね、やっぱ若い先生は基本的に体力あると思うんでね、杉田先生なんかそれこそ朝から夜までずっと教えてるんじゃないですか。あ、そうですね、割とちょこちょこ、うん、まあ教えたり教えなかったり、うん、夜は結構ぐっすり寝れてますね今ちょうどね、はい、この間はイギリスの子が体験あって夜0時からとかっていうのもありましたけど、ね、はい、まあまあまあそんな感じで、まあだからなんだろうね、程よく程よくしっかり仕事して、でだからね、杉田先生なんか言われたことしっかりやっぱやってくれるんで、それでやっぱり、いやでも本当だから頼まれたら基本的には多分若い人たちは今なんか勉強教えるとかそれも教えるんだったらオンラインだろうがどこだろうが基本的に多分やってもらって、うん、ね、でそれで収入蓄えてもらってみたいなところでね、まあ結局ねあれですよね、今だったら東大出願研究会とか、まあ我々も一応慶応ですけど、うん、まあ、早稲田とかのところに行ってる生徒であればね、大学生であれば自分でそうやって方法を探せますしね、うん、まあいろいろ探せると思いますし、うん、その辺で、まあ、体力あるうちにいろいろ経験を積んで、うん、ね、まあ学費とかまあいろんな面あってね大変だと思いますけどね、でもなんかちょっとずつね制度も整ってきてるのかな、まだわかんないですけど、うん、なのでね、ちょっとなんか最後、ね、はい、杉田先生からなんかこれからソロ番塾やりたい人みたいな感じで、うん、なんかちょっとメッセージありますか。まあ、今まで以上に隙間時間とかそういう時間の使い方が上手い人が、まあ、やっていけるのかなっていうのは僕自身がこの4、5月はすごい感じましたね。いや、いい言葉ですよね。その隙間時間っていうのが多分今だと特に家にいる時間がみんな多いと思うんで、家からだったらまあ隙間時間なんかいくらでも見つけられるっていうのは、うん、見つけられるんで、実はこれ僕大変なの、俺杉田先生と最近 YouTube 撮る時間が杉田先生が忙しすぎてなかなか見つからないっていうその悩みがありまして、はい、ね、忙しい中、いやでもこれもそうですね、隙間時間のすごいいい活用方法というか感謝してます。そうそうそう、いやいや、だから本当に若手の先生なんかも僕のチャンネル出たいって言ったら、まあ、僕と杉田先生と、まあ、3人で喋ってもいいでしょうし、うん、ね、まあ、我々も若手の先生めっちゃ応援するんで、ぜひね、杉田先生出てほしいですよ、はい、ちょっと探してきます。はい、あ、いいっすね。はい、というわけで、ね、はい、皆さんまた Zoom で出たい若手のソロバン先生、これから若手のソロバンの先生目指したい人などね、ぜひ募集してますので、ぜひ、それも合わせて、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さよなら。さよなら。